周辺風景画面右の海岸近く、展望台のある白い四角の建物が、日本海タワー。画面中央の高層ビルは、ネクスト2 1とグランドメゾン、西堀通りタワー日本海タワーは、新潟県新潟市中央区朝日町通り2番町に所在していた展望台である。老朽化などのため、2014年6月30日の営業をもって、 展望台としての供用を終了した。新潟市水道局の水道排水地である南山排水場の屋上に設置されている回転式の展望台で、施設は新潟市が所有し、運営、管理は市水道局の外閣団体である財団法人新潟水道サービスが行っていた。南山排水場からは新潟島の北中部へ自然流化方式で水道水を供給している。 中央区の中心部、新潟島の中央北部の丘陵地に位置しており、市内はもちろん晴れた日には日本海、佐渡島、八彦山などを望むことができる。海抜63メートルに設置された展望室は全面ガラス張りで約25分で360度を回転する。展望室内には喫茶スペースも設けられていた。 もともと海に近い場所に立地していることもあって、眺望は美しく、北西側は古くからの閑静な住宅街と、西海岸公園の防風林、新潟県五国神社などを挟んで、日本海、さらに遠くには佐渡島を望む。市民の憩いの場の一つとして長年親しまれており、夏場には日本海に沈む夕日も望めるとあって、新潟市の著名なデートスポットの一つでもあった。 このため、夏場は、日没の時間に合わせ営業時間が延長されていた。かつてトータワーと並んで、新潟市の展望台として営業していた、道区の番台、指定に所在するレインボータワーは、登場客は、タワーの昇降置往復ごとに、完全入れ替え制となっていたが、トータワーの展望室には時間制限などは特に、設けられておらず、一度入館すれば、 営業時間終了まで眺望を楽しむことができた。展望台としての営業は終了したが、タワー部分をはじめとした建物の撤去、解体については2014年度現在においては予定されておらず、排水場としては引き続き利用される。新潟市水道局南山排水場は、明治43年に開設された新潟市初の公共排水設備であるが、 第二次世界大戦後の新潟市の人口の増加に伴い設備の強化が望まれていた。これに対応するためビル型排水池として1968年完成したものが基礎部分のビルディング型排水池である。貯水タンクは航空用とテイク用の上下2層に分けて設けられており、建設当時は日本初の階層式排水池として注目を集めた。 このビル型の構造を生かし、新潟市の水道創設60周年記念事業の一環として、水道に対する知識の普及を主な目的として整備され、開場したのが日本海タワーである。排水地の屋上部分に日本海を一望できる回転式展望台として1970年8月に開業、水道用排水地に設置された展望施設としては、 当時国内初の施設だった。会場当時の新潟市においては、一般入場可能な展望台としては、随一の高さを誇り、会場翌年の1971年には、年間入場者数は19万6千人を数えた。しかし、排水場は、竣工から40年以上を経過して、施設や設備の老朽化が著しく、展望台の運転を継続するための更新。 回収に多額の費用を要するのに加え、市内中心部では後年、他の高層建築物が開業したことにより、入場者がピーク時の10分の1程度に減少し、2012年度には約450万円の損失を計上するなど、運営状況が悪化していた。こうしたことから、新潟市では展望施設としての役割が終了したとして、 日本海タワーの営業を2014年6月30日をもって終了する旨を2013年12月13日に発表した。2014年3月31日までは従来通り新潟水道サービスが運営し、翌4月1日から営業終了までは新潟市水道局が直接運営を行い、入管料を無料とする措置が取られた。営業当時のモノオープン以来、 年末年始や点検時などを除いて通年営業を実施してきたが、老朽化などのため2011年6月30日からは毎週木曜日を定休日とした営業当時のもの、ありがとうございます。